とにかく、めちゃくちゃ、めちゃくちゃヒットしたんですよ。インパクトといえば、鬼滅の刃どころではないぐらいです。トマトの缶詰さん、女性10代です。こんにちは、岡田さんに質問です。銀河鉄道39はなぜ名作と言われているのでしょうか、えー、私は先日、父の勧めでこの映画を見ました。いいね、お父さん、いいね。大まかな流れは世界観は良いと思うのですが、鉄郎がピンチの際に仲間が都合よく登場しすぎだと感じています。 私は主人公がいかに観客の予想を超えて説得力のある方法でピンチを脱するのかが物語の見どころだと思っています。なので、危機を脱するのにですね、誰かが助けてくれるは、えー、一部例外はあると基本、展開的には最悪だと思っています。私はまだ学生なので、大人にはわかる良さが分からないだけなのでしょうか。岡田さん、よろしければ銀河鉄道39のどこが評価されているのか教えてください。うー,うーんとね、あのね、 あのねこれね、難しい問題。難しい問題ってか、今も昔も実は解決されてない問題なんだけども、例えば、そうですね、トマトの神戸さん10代だったら、ポケモンわかるかなまあまあ、もうポケモンも古いコンテンツかもわかんないですけど、例えばそのポケモンだったらですね、あの、映画版のポケモンが公開されると、必ず予告編でですね、ポケモン史上最、あの、なんか最強の敵っていうのが現れるじゃないですか。なぜか映画版ではですね、必ず最強のなんとかが現れてくるんですよね。 で、あのー、そんな最強の敵に、なんだろうな、サトシが勝てるはずがないですよ。あんな、なんか帽子かぶって、ゲットだぜって言ってる子ですね。子供が勝てるわけないんですよね。だアニメーションって劇場版とかになると特になんですよ。あの、テレビ版とか劇場版になると、最強の敵が出てきて、それに対してですね、なんか割と弱っちいですね、まあ、普通の男の子とか普通の女の子みたいなのが戦わなきゃいけないという。 これもね、お約束なんですよ。で、どうするのかですよ。一つの方法としては、その、トマトのカナメさんが書いてるような、尋常でない努力するという方法もあるんですよ。尋常でない努力して、特訓して、力を身につけて、それで勝つっていう方法が、方法1ですね。 で、方法二がですね、トモトのカンさんが嫌いなですねえ、パワーのある、あの、仲間がやってきて助けてくれるという方法でですね、<laughs> おいおい、それありかよ、みたいなやつなんです。これ昔のアニメではよく使われているというか、まあまあ、ある種松本レイジーワールドでもあるんですけども、多分それは全共頭世代って言われるんですよ。僕より十歳ぐらい上の、 お兄さん、まあ今となったらおじいさんたちですね、たちの世代のものの考え方で、若者の無力感っていうのを、もう骨身に染みて分かってるわけですね。そのお父さん世代っていうのは、その戦争に反対したんだけど反対しきれなかった。で、その後の全教徒世代っていうのは、えー、アメリカとの軍事契約ですね、まあ、つまり日米安保とかに反対したんだけども、何にも結局世の中、 変わらなかったという無力感があるので、若者の熱い情熱とかやる気とかはわかるんだけど、その上で全ては無駄なんじゃないのかっていう。なんかちょっとした憧れ憧れ感ではない。黄昏感だ。黄昏感とかですね。無力感っていうのが、あの世代のおじさんたちのリアリティなんですよ。 だから、その、銀河鉄道39でですね、鉄郎がギリギリまで頑張って、そこにハーロックとかエメラルダスとかですね、パワー持ってるシリアがガンガン来てくれて、よくぞこれまで頑張ったみたいな感じでやって、ハーロックっていうのはですね、あの世代にしてはすごくありだし、逆に言えば、その今の自民党の爺さんたちが、いざとなればアメリカが助けてくれますよ、安保がありますからっていう、まあ、思想の原点になってることも、恐れも事実なんですね。これが方法に。で、方法さんが、 その、すごい努力して、なんかこう、スーパーヒーローになるも嘘っぽいし、だからといって、その、全教頭世代の、いざとなればアメリカが、つまりすごいパワーを持った友人が助けに来てくれるっていうのも、当てにできないと。ということでですね、その、オタク世代ですかね、今の40代から僕と同い年ぐらいの世代の作家がやりがちなのが、奇跡なんですよ。<laughs> とにかく理由はわからんが奇跡だって言って、その奇跡にはいろんな難しげな用語をつけて、あの、映画の尺文騙せればいいみたいなことで突っ切るという。これも方法の一つなんですよね。で、 あのー、ま、まあ、大まかに言ってこの3つぐらいの方法なんですけども、ええー、まあね、昔のアニメがやりがちなのが都合のいい仲間だとしたら、今のアニメがやりがちなのが奇跡というやつですね。まあ、あのー、これ次の、あのー、質問にもある天気の子とかエヴァとかポニョについて教えてください。やっぱ全部そうなんですけど、今時のアニメはそれの、その系列なんですね。で、結局どっちにしても脚本はぶっ壊れてるんですよ。 あの、どの、1番、2番、3番、すべてぶっ壊れてるんですよ。無理なんですもん。その、子供が世界の破滅に対して対抗して、勝利するなんていうのは無理だから、その無理があるからアメリカはスーパーヒーローものに行くし、日本は異世界転生ものに行くっていう、まあそういう話はちょっと余談だから置いといて、ただその、 じゃあなんで銀河鉄道39は名作と言われているのかっていうとやっぱ影響なんですよね。何を引き起こしたのか。社会現象として。とにかくめちゃくちゃめちゃくちゃヒットしたんですよ。そのインパクトといえば鬼滅の刃どころではないぐらいですね。鬼滅の刃っていうのはただでさえアニメっていうのはすごい儲かるよ。アニメ映画っていうのはすごいヒットするよ。だから夏休み、春休みは映画館はアニメでいっぱいになるよねっていうのが分かってる状況で、その 動員記録というか工業記録を塗り替えた。鬼滅の刃の数字すごいんですけど、でもそれはもうアニメがヒットしてるのが分かってる上でのこの記録なわけですよ。ところが銀河鉄道すりないっていうのは、アニメなんていうのは一流の配給会社がやるもんじゃないと思われていた。つまり日本の映画館でもちょっと変な映画館というかね、なんかこう、 夏に一流の映画が配給してもらえない、冬休みとかお正月にちゃんとした映画が配給してもらえない会社が、まあ、合間にポソポソやるっていうような映画だったんですよ。だから、そのハリウッド製の映画っていうのは2時間超えなんだけど、アニメーションっていうのはまあ90分ぐらいで、回転率がいい仕事してくださいっていうふうに言われてたんですよね。そこにですね、その当時のアニメ業界の、というかまあ、映画界の中のアニメの立場を変えるぐらいのヒットしたわけですね。 あの、アニメの歴史っていうのは今から振り返ると、あの宇宙戦艦ヤマト、その次は、えー、機動戦士ガンダムの存在がすごい大きいように見えるんですけども、ことビジネスの世界から見ると、ヤマトもガンダムもそんな大したインパクトがなくて、やっぱり映画業界を変えたのは銀河鉄道39なんですよ。とにかく圧倒的に人が入って、で、子供たちがリピートとかなしに1回しか見てないように、これだけの興行記録を出してっていうやつですね。 で、大手の配給会社がそれ以降扱うようになって、3-9以降、映画会社はアニメーションを認めるようになった。こういう流れがあるんですね。で、それまでですね、テレビで、そのアニメーションで新作映画できるって言ったら、例えば声優さんが誰それですとかですね、じゃあダイジェストを放送しましょうと、朝の情報番組とか、土曜のお昼の、 なんかこう、バラエティーとかでやるなって、ほんと考えられなかったんですよね。ガンダムとかヤマトが必死にキャンペーン貼っても、結局宇宙戦火ヤマトって、お昼とか朝の番組での紹介ってほとんどされなかったはずだし、ガンダムも、ガンダムというアニメがあって、若者が行列で、徹夜で並んでますよ、初日並んでますよぐらいのニュースだったのが、39ぐらいから本当に全部風向きが変わったんですね。そういうですね、その、 アニメ界を変えたという意味で名作なんですよ。だからアートと同じですよね。アートもなんでこの絵がそんなにアートとして評価されてるのかというと、それはアートの流れを変えた。つまりアート業界では意味があるんだけど、普通の人から見たら好き嫌いがあって当然な普通の絵っていうのは、まあ、いくらでもありました。それと同じだと思います。あの、僕はスリーナイあの、昔好きでしたよ。なんでかっていうと、理由はあの、大きな流れの話を 松本零士が書いてる何十巻もの漫画の話をですね、2時間の映画でなんだかんだ言ってちゃんと収めちゃったということと、あと、絵が派手で見てて飽きないんですよね。ただ、脚本はもう本当に言われてる通りの欠点があるんで、今見たら多分80点台の出来だと思いますけども、 まあ、とにかく、記者が宇宙飛んで、男の子がそれに乗ってお、で、一緒に乗ってるお姉ちゃんが鉄郎って言って、ちょっと、積極さいいセリフかますだけで、2時間の尺見てられるっていうのは、なかなか面白い映画でした。 松本零士さん、これの逆なんですよ。松本零士さんっていうのは、その、できるだけ遺族をというか自分の家族を残された人間たちを長く食わせて幸せにしなければいけないっていうふうに考えてるのでですね。松本零士さんは本当にずっと、えー、漫画家人生の後半は、えー、漫画家の権利に関してすごい戦ったり発言された方でですね。えー その漫画家がですね、死んでから著作権が切れるまでの年数もできるだけ長く長く稼ごうとしてたんですね。つまり、その漫画家が作品を残して、それから死んだとしても死後30年とか、たった50年とか、たった70年程度で遺族が食えなくなるっていうのはあってはいけないっていうふうにおっしゃった方なんですよ。 で、それはもう僕とは全く考え方が違うんですよ僕とは全く考え方が違うんですけど、それはそれでありだと思うんですね。で、こういうふうな話をですね、お互いに、その気にせずに、いやいや、そんなことはなしだろうとか、いや、何言ってんだ、そう、そうでなかったら漫画家なんか誰もやりたい人間いなくなっちゃうぞっていうのを、まあその、お互いに忖度なく話し合える環境というのが一番大事で、どっちが正しいっていうんではなくて、僕はやっぱりそういうふうなことがガンガン話し合ったりですね、向きになったり、 言い張ったりできる環境というのがなんか一番あのいいと思います。僕の考えはなくなっちゃった方が本当はいいのになぐらいなんですよ。あの、東京とかそういうの問題があるにしても科学技術っていうのは基本的に先人が考えたすごいありがたいものを 後輩の僕らがですね、受け継いで、それを何か自分でさも思いついたかのようにですね、当たり前に使うじゃないですか。足し算にしても掛け算っていう、なんかすごいベーシックなものにしても、車輪にしても何にしてもですね、誰かが考えて工夫したものを僕らは無条件で使って、ああ、なんか便利な生活だっていうのをやって、で、それの結果、えー、それまでだったら病気でですね、なんか生き続けることができなかった人とかですね、あの、生まれてすぐ死んじゃったような子供を助けることができたりとかですね、そういう、なんだろう、う先人が,が 頑張って、なんか、心血を注いだものの上に、あぐらを書いてる上で、僕らの家学技術っていうのは成り立ってるもんなんでですね、文化活動にしても似たようなもんだと思うんですよね。なんかその、パクリとか、あと、あの、なんだろうな、トレスだとか、うるさく言う人はいるんですけども、基本的にそれは、その人が生きてる間に対して、その人の作品に対してのリスペクトってのはすごい大事だと思うんですけども、ただ、あの、僕らの、 文化、文明、科学技術っていうのが基本的には先人が作ったものを無条件に使うことでできている。さっきも言ったように東京とかそういうの問題今外して考えてますけど で、ある以上ですね。文化っていうのも僕は松本玲治さんとは違って、ある程度の年数でも切っちゃって、あとは自由に使ってください。パブリックドメインの方が、僕的には気持ち的にはスッとします。アニメのストーリーに関しても、30代女性から質問が来てます。須藤さん女性30代。2番目の質問ですね。質問があります。天気の子、エヴァンゲリオン、新劇場版のハ、崖,崖の上のポニョ、これら3つの作品の主人公は愛する 相手、男または女のためならば、世界が滅びようがどうなろうが構わない。とにかく自分の愛する人を救いたい。また、あるいはただ会いに行きたいと、果敢な行動に出ます。これは尊いことではあるし、お話としては悪くないし、素敵だと思います。ですが私はどうにも共感できなくて、正気に戻ってしまいます。それは、こういった作品の世界では、読者や観客、視聴者は、所詮被害を被る側の人間なのではないだろうかと思い至りました。 はい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 。そうですね。天気の子では、その主人公の選択で、あの、えっ、ー、と、女の子にもう一回会いたいということで、世界が水没するような世界になってしまうんですけども、水没の被害者側だと、つまり一般の観客っていうのは、ところが、その、それを、なんかこう見せられて私たちは感動させられてると。まあ、エヴァンゲリオンも同じ、崖の上のポニョも同じですよね。その、ヒーローとヒロインの恋愛関係というか、そういうふうなものをかけて世界が壊れてしまうわけですね。 で、えー、多分こういった世界では私は真っ先に死んでいるあっけない存在になります。岡田さんはこういったパターンの終盤の展開をどう受け止め、どう解釈し、何と名付けてますかう <laughs> 何と名付けるかといえば、まあ一般的にはこういうのは世界系って言うんですよね。あの、つまり自分個人の問題と世界の大問題が繋がってるはずで、そして自分個人の問題が世界より優先しているっていう、こういうのを世界系って言うんですけども、まああの、実は僕はこれある程度ですね、作り手側が、つまりクリエイター側、作家側、監督側が、観客の幼さ、観客が こういうふうな話を好むだろうと幼さを見切った上で作ってるマーケティング的な感動じゃないかってちょっと疑ってるんですね。それは今のあの異世界転,転生ものでも主人公がチートな能力って言われる。まあとりあえず何でもできる能力みたいなものを異世界で持ってしまって、それでなんかこうどんどん問題解決して感謝されて持てて持ててみたいなのが多いじゃないですか。であれはその作り手側のんだろうな頭が悪いんじゃなくて作り手側が 所詮アニメ見てる人ってこういうのが好きなんでしょっていうような、まあ、悪い方をすればちょっと見下したマーケティング的な作り方をしてるから全部同じような作品になるんですよね。だただ、その、それは、 だからといって、それは、プロデューサー的な視点なんですよ。でも現場の視点、脚本家とか監督になってくると、えー、マーケティング的に主人公をチートにして、で、なんか見てるものを喜ばせるだけの作品なんだけども、 ところが与えられた話数では、与えられた脚本というチャンスの中では、自分の作家性を出そうと思って、なんかみんなちょっと難しいことをやるから、だからあの辺の、なんだろうな、異世界転生ものって面白いんですよ。面白いのはなんでかっていうと、その、プロデューサーが考えてる、こんなことをすれば受けるだろうっていうのと、現場にいる人間の、でもこんなことがやりたいっていうのが、こう、いい感じで拮抗してるからだと思うんですけども。で、 クリエイターってね、基本的に背伸びするんですよ。背伸びして作品作るんですよね。だから自分にはできないことを主人公にさせるんですけども、ただその、今のクリエイターっていうのは、設定を極端にして、その中でわがままを通そうという癖があるんですよ。つまり、世界の終わりみたいな状況をとにかく作り上げて、その中で主人公、つまり、主人公に自分を固くして、だから宮崎駿だったら、あのー、 幼稚園児の恋愛みたいなもののわがままを自分で通そうとするし、エヴァンゲリオンだった庵野秀明のその個人的な感情っていうのを破滅的な世界の中で自分の我というのわがままというのを通そうとするんですね。だから、正直言うと今のそのクリエイターたちっていうのは、あの、かつて1980年代から90年代ぐらいにあった、あの、視聴者、観客の代表者じゃ、 無くなっちゃったんですよ。もっとみんな貴族様になったんですね。で、貴族様になったから、実はその映画やアニメを見てるファンの人のことをもう考えなくなったんですよ。そのギリギリ1990年代ぐらいまであったファンの人のことを考えて彼らのために作品を作るっていうのは、そのクレヨンしんちゃんですら見失ってるわけですね。僕がすごい大好きな、あのー、 猛烈大人帝国の逆襲だって、この意味で言えば、もう見ている観客のことを捨てて自分のやりたいことを監督がやり出した作品で、それが、それは商業作品じゃなく、アート作品に近づいて面白くなったんですけど、その面白くなったという状況が20年以上続いた結果、一般人を使い捨てにするような描写ですか。観客たち、見てくれてる人たちが全て無意味な 大衆、大衆というのがバックグラウンドになって、それらが死に絶えて主人公たち、つまり作者の願望を投影したキャラクターたちが結ばれて、それでよし。 で、えー、お前ら一般大使はそれの被害の中でも強く生きてけん、みたいな、そんな話にこう、なりがちになってしまったんですね。だから、この3作品をまとめて、あの、ちょっと変だなと思った須藤さんはです。ちょっと僕はドキッとしましたよね。あ,あよく見抜いたなというふうに思いました。この僕は昔からこういうのをクリエイター至上主義の弊害って呼んでるんですけどね。つまり、 あの、昔はプロデューサーが企画してアニメを作らせていたのが、今は良い,いアニメを作るためには、クリエイターをできるだけ優遇して、クリエイター様の作りたいようなアニメを作るのが良い,い作品だっていう宗教にみんな入っちゃってるのですね。徐々に徐々に作品がそちら側へ寄ってきたんですね。だからどっちが正しいかと同じ。僕は本当にあの、 さっき話したように、そういうのが拮抗している状態が一番いいと思うんですけどもですね。今時代はそのプロデューサー市上主義のマーケティング的なアニメから大きく触れて、クリエイター市上主義に触れきってるような状況なので、こういう作品が生まれてくるんだと思います。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。